早くかっこよく走るためには番外編。本日は靴ひもをやっていきたいと思います。皆さん、普通に靴紐を結んでいると思いますが、靴紐もにもいろんな結び方があります。一つは、早く走るための靴紐の結び方。もう一つは、怪我予防の靴紐の結び方です。それではやっていきましょう。 えー、では、普段皆さんが普通に靴紐を結んでいるのは、おそらくこのような形。えー、ここの一つ穴が開いているんですけども、多分ここまでは紐を通してないはずです。だいたい一つ手前のところ、ここですね。で、僕が今結び方をしているこの靴紐の結び方は、で、ここからこっちに 行くく、くわけではなくそのまま上に通してくださいで。このように輪っかを作ります。反対側も同じように、このように輪っかを作ります。輪っかを作ってから、こちらの輪っかの中に通してもらい、しっかりとここで結べる状態を作ります。あとは普通に 結んでいただければ結構ですで、えー、ここの穴おそらく皆さんここの穴って使うんですかと思ってるんですが本来はここの足首が固まっていた方が足首から下に負担がかかりづらいので実はこのここまでは普通の結び方をしてもらい 輪っかを作ってここの足首のところですねしっかり固定できるようにするようにできているのがこの一番上の穴ですただここに必ず通した方がいいっていう人とちょっと足首が動きづらいっていう人がいるんであればそこは自分の 体の調整に合わせて、このように、自分の靴紐のやり方でカスタムして結んでいただいて、全く問題はありません。これが、本来足に負担がかからない結び方、そして、速く走るための結び方になります。